川勝知事の辞職に伴う知事選に向けて選挙管理委員会の担当者が集まる会議が今日開かれましたが、担当者からは辞職表明からの準備で通常の選挙とは異なると戸惑いの声が聞かれました。過去に例を見ないような非常に短期間で準備を整えなければならないということで、各市区長選挙管理委員会の皆様におかれましては、さまざまな準備にあたり苦慮されていることと存じます。会議はオンライン形式で開かれ、市や町などの選挙管理委員会の担当者が出席しました。川勝知事の辞職に伴う異例の短期決戦、準備期間が短く従来の投票場所が確保できないケースも想定されます。会議では投票場所の広報を徹底することなどが確認されました。辞職の表明があったというところで、そこからの準備スタートだったものですから、なかなか通常の任期満了とはちょっと違う感覚で、なかなか忙しかったかなと。知事選は来月9日告示、26日投開票です。